じゃあ次3番、火山の噴出物、うん、火山の噴火によってどんなものが出るのかってことですね。はい、読んでいきましょう。火山の噴火によって地表に運び出された物質を火山噴出物といい、溶岩、火山ガス、火山砕屑物に分けられますっていうことですね。はい、この中でも特に非常に重要になってくるのが溶岩なわけなんですね。はい、ちょっと読んでいきましょう。はい、溶岩、聞いたことがあると思います、うん、ただですね、うん、説明する前に言っておくと、マグマと溶岩を一緒に、しちゃってるというか、全く同じものだと思っている人がいるんですよね。はい、うん、じゃあどうなのか、うん、マグマと溶岩というのは違うものなんでしょうか、それとも同じものなんでしょうかっていうところですね。はい、ちょっとそこを意識しながら、説明聞いてくださいね。はい、1番、溶岩、マグマが液体状のまま地表に出たものや、それが固まったものが溶岩です。はい、書いてますね。つまりマグマと溶岩っていうのは同じものなんですよね。はい、同じものなんだけども名前が違う、うん、この違いがここに1行目にいきなり書かれてます。はい、うん、マグマと溶岩の違いっていうのは、うん、もっと簡単に言うとですね、うん、マグマが、うん、地面の下、なんか地下深くにある状態だと、うん、マグマはマグマなんです、うん、マグマって言うんですけども、それが地表にそのまま出てきました、うん、液体のまま地表に出てきました、うん、そうすると溶岩と呼ばれるようになるんですね。はい、つまり、うん、物は一緒なんですけれども、ね、場所によって名前が違うんだということです、うん、地下深くだとマグマ、ね、地表に出てくると溶岩、うん、その違いだけなんですよね。はい、うん、そこ、うん、だから、地表に出てきてもうドカーンと爆発してドロドロと溶岩が出てきたら、もうそれはもう、溶岩っていうかね、ドロドロと何かが出てきたら、それはもうマグマと言わないわけです、ね、もうそれは溶岩というんですよっていうことですね。はい、しっかり覚えてください。はい、もう一回、マグマが液体状のまま地表に出たものや、それが固まったものが溶岩です。はい、続き、固まった溶岩の表面には気体が抜け出した時の穴がたくさん開いています。これね、第13回の火山灰のところでも少しちらっと言いましたけどね、うん、火山ガスとかね、いろんな気体がもともと詰まっていたものが抜け出すわけですね。はい、続き、また元のマグマとは性質も違います。はい、また、溶岩が滑降にたまったものを溶岩湖、はい、地表を流れ下るものを溶岩流と言います、うん、はい、で、続き、高温で粘り気の弱い溶岩は流れやすく薄く広がります。低温で粘り気の強い溶岩は流れにくくて盛り上がり、ゴツゴツした塊状になります、うん、これはまあ次のページにまた出てきますけれどもね、うん、とにかく、うん、ここではそのマグマと溶岩の違い、さっきも言いましたけど、違いっていうか実は同じものなんだと、うん、場所の違いなんだということをね、もう一回ちゃんと、確認してくださいね。はい、